皆さんこんばんは、エリナとラピスです。みーちゃん、帰ってくるとね、ラピスのカゴの中がだいぶ汚れているので、いつも掃除をしてあげるのですが、今日もすごいことになってます。ちょっと覗かせてもらいますよ。もう一日でこれだけの汚れですよ。下に新聞紙と鳥居さん用のシーツを敷いていますが、もう最近このシーツをボロボロにしてほんとなくしちゃうので、ね、全部なくなっちゃうんですよ。で、やむなく下に新聞紙をね、まあ最近寒いので敷くようになったんですけど、その新聞紙をこのように粉々にしてしまう。で、お水とあとご飯と取り替えてあげてシーツをきれいにします。はい、ラピちゃん出てきました。はい、こんにちは。じゃあきれいにしようか。下のトレイが外れるようになっているので、で、読み終わった新聞にバードシーツを重ねます。まあ、こんな具合に敷いて、私はマスキングテープで留めてます。もう気休めですけどね。すーぐこんなの糸もたやすく噛みちぎってボロボロにしちゃうんですけど、お水を入れ替えたので入れて、カルシウムとか野菜グリーンとかが入ってる餌も入れます。はい、完成。まあ、こういった感じで簡単に綺麗にしてあげるんですけど、今日はこの冬を乗り切るための特別なアイテムを用意しました。寒さ、鳥はすごく苦手なんですね。ボタンインコっていう種類は暖かい地域で、ずっと暮らしていた種類なので、特に寒さに弱いんです。ということで、その寒さを乗り切るためのアイテムを入手しました。ザザン、寄り添いヒーター、ホット鳥暖、新たに仕入れてみたんですけど、止まり木もついていて、止まり木に止まりつつ端の部分、側面にヒーターが来て暖かいってなるらしいんですよね。取り出してみます。鳥だけにはい、中にヒーターと止まり木の部分が入ってました。ここにこうなるってことですかね。で、ここに止まるのかな。ラピちゃん気に入ってくれるかな。ラピー、飼い主が頑張ってるよ。こうもできるし、こうもできるらしい。おーおーおお、あー、ダメー今こんな状態ほら、クリスマスの飾りね、え、ボロボロにしないでよ。ピーちゃん、ピー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 って言うとピーピーって返事をするんですよ、最近。はい、取り付けてみます。ピーちゃん、おいでおいでなさい、おいで。はい、いい子だね。ラピちゃん、あったかいあったかいする。これ乗れるかな。乗れる、乗ってみな。ほらほらほら、いつもの棒と同じだよ。スリスリじゃなくて、乗っかってみ。ねえみーちゃん、乗っかってみよう。スリスリじゃないのよ。まあ仲良くなれそうですかね。あれ、コンセント出るかな、これ。ここから入んないよね。どうしよう。どうしよう。これどうすんの、本当に。ピーちゃん、困ったんだけど、これ抜けないし。ねえ、待って、帰らないでよ。待ってくれよ。
まずいですね。どうしようか。コードが通らない。こんなバカな。みーちゃん助けてよ。あーまずい、眠い。早くやらねば。とりあえずここ通ればいいからね。下でもいいのかな。まいったなこれ。コンセントが通る場所もないよね。あー右足ここ？うわー！どうしよう？どうしよう？どうすんのこれ？向こう側の方がいいのかな？どうしよう？もう。こっちはどう？あ、あ、あ！行ったぞ！無理やり通ったぞ！やったね！ここでいいか。ここでいい？湾曲してるから難しい。止まればいいけどね。あれ、あれれ。斜めだから難しいよ。あー、やだ、奥に落とした。もう。どこ行っちゃった。どうですか？いいかな。少し斜めってるかな。まっすぐじゃないと気持ち悪い。もうちょっとつけ直そっか、せっかくだから。ラピちゃんの冬用ヒーターが取り付けられました。やったねー。暖かくなるかな。ラピ、すぐそこにあるのよヒーター。行ってみて。あ、落ちた。なんかまたお尻大きくない？大丈夫かな？もう6個も卵産んだんだよ。心配だな。なんか大きいな、お尻。大丈夫かな？いつもと勝手が違うから、こけちゃうのね。あっちも行ってみて。あったかいよ。ここ。あったかいよ。威嚇してる。下に止まってごらんよ。ねえ、ピーちゃん、ここ、ここ、ここだよ、ここ。ここに止まれるの。ここあったかいよ。ねえ。ここ。仲良くなれなそう。ダメかな。様子見ましょうか。ということで、しばらく様子を見てみようと思います。ラピもおうち時間好きだからね。では。